こんにちは、カオルンです。今日はですね、なんとあのソニーさんからですね、世の中にはまだねない新しいね形のイヤホンが登場していたので紹介をしていきたいと思います。それがこちらです。ドン！ソニーさんの流れ聞きイヤホン、リンクバーズ、イエイ！今ね、めちゃめちゃながら聞きイヤホンが流行ってます。音楽をがっつり聞くというよりは、何かね、こう忙しい世の中だからこそながら聞きねイヤホンを使って何かをしながら音楽鑑賞を楽しむみたいなね風潮になってきてるというふうに感じています。あとはね、コロナでテレワークがねめちゃめちゃ増えたので、そこら辺もね影響してかね、やっぱりながら聞きイヤホンでね使って仕事をします、子育てをしながら仕事をしますみたいなねところも増えてるかなというふうに感じています。そんなね流行ってきている中ね、なんとソニーさんがね新しい形のね、なんとドーナツ型のね形をしたイヤホンをね登場させてきたというところでね、めちゃめちゃねびっくりしました。ちゃんとどれくらい使ったらこういう結果が得られましたとかね、こういう感想がありますというところをね、僕なりにねしっかり個性をね集めて動画にしていけたらなと思っております。あとはね、前回紹介しましたが、オープンランプロ、こちらね骨伝導のねイヤホンとなっているんですが、これとねしっかり比較をしながらね、どっちがいいかとか、こっちの方がいいですね、こっちがねちょっと使いにくいですねみたいなところもね紹介していけたらなと思っております。それではまずは基本スペックいっていきましょう。でね、基本スペックなんですけど、本当にねさすがソニーさんとね言わんばかりぐらいのね機能がめちゃめちゃございます。値段はですね 23,100 円というところで、 10X ねマーク4よりもね少し安い価格となってます。色はねホワイトとブラックの2種類というところでね、後で紹介するんですけど、僕はブラックを購入してみました。そしてねソニーさんのね史上最小軽量設計というところで、なんと片耳が 4.1g、 果物のぶどう1個分に当たります。そしてね、本体の機能とはね別個の形のところにドライバーがね採用されてまして、ちょっとね大きめの 12mm のねドライバーが採用されてます。これはね他の小型イヤホンと比べてもね結構でかいなというふうに感じています。ただね、そのドライバーの中に穴が開いているというところなんですけれども、周りの音と音質、ここのねバランスをしっかり保って良くしていくという設計にしているみたいです。そしてね、恒例のアプリ対応もされているというところで、これね、前回のオープンランプロさんと比べて、なんと今回は EQ 設定がね、できるみたいなので、こちらもね、バシッとね、検証してまいりました。あとはね、今回これがすごかったんです。なんとね、通話品質でね、周りの音が、うるさくなくなっているというところでございます。なんとね、5億サンプル、5億ってね、本当にめちゃめちゃすごいんですけれども、5億サンプルを用意して、そしてね AI を活用してですね、周りの音を消してね自分の声だけしっかりと相手にね届けるね通話品質になってるみたいです。あとね、今回新しくねなってまたすごかったのがね、なんとね専用のアプリと連携してですね、こう旅とかのね道案内をしてくれたりとか、目の不自由なね方にとってね、こう音でねこっちの方向ですよってね案内してくれるね機能を搭載しています。手ぶらでもね使えるというね素晴らしい機能になってます。これもね後で紹介していきます。そしてね、これもすごかった。なんとね、今回新しくワイドエリアタップ機能が搭載されているというところで、どういうことかというと、いつもねボタンで操作することがねイヤホンは多いんですが、今回に限ってはね、なんとボタンじゃなくてもこのイヤホンのついてる周りの耳の部分、ここら辺をねタップしても検知してくれるということで、これはマジすごい。手袋をしている時とか、あと食器洗いをしている時なんかでね、なかなか手をね使って操作すると壊れてしまうとか恐れがある時に、なんと使えるという素晴らしい機能でございます。さあ、ズームして皆さんと一緒に見ていきましょう。まずね、ケース周りですね。本当にね、デザイン的にはですね、もう大人感満載のロマンチックなね、そしてね、落ち着いたね、デザインとなっています。あとはね、本当に小さいんですよ、ケースがですね。普通のね、イヤホンだったら、このね、手のひらに置いた時に、このね、手のひらの横幅ぐらい幅があるんですけども、本当に一回りね、二回り小さいぐらいのデザインになっていて、なんかこう、どっかに持ち運びした時でもね、邪魔にならないね、素晴らしいものとなってます。こっちのねソニーと書かれた丸い球体の方はね、こう脳みそのね役割をしている本体で、実際にいつもイヤホンの中に一般的に入っているこのドライバーと言われる音を出す部分ですね、ここの部分が今回ね飛び出しているというデザインになってます。やっぱりね小さいドライバーだとね音が出にくいですからね、大きめにすることによってね、なんかこう音のね良さを出しているのかなというところもありました。でね、本当に軽いんですよ。マジでね、こんなに軽いのっていうぐらい軽いです。さっきね、ご紹介したブドウ1個分にマジでね、匹敵するね、大きさだと思います。
はい、付属品はこんな感じですね。まずね、イヤーフックですね。イヤーピースではなくてイヤーフック。こちらがですね、なんと5サイズついていて、今はね、1サイズ使っているんですが、XS と SML、そしてね、XL のね、5つとなっています。これだけあると、やっぱりね、使ってみたんですけど、必ずね、自分のものに合う大きさがあるのではないかというふうに思います。あとはですね、充電ケーブルのタイプ C と、あともろもろなんかいろいろ書かれてる説明書、そしてね、パッケージとなっております。はい、耳にね、つけるとこんな感じですね。めちゃめちゃ小さいんですよね。本当に小さい。よくね、イヤホンをつけてる人をね、見ると、この人ね、声聞こえるのかなみたいな感じのところがあるんですけど、本当にね、イヤホンをつけてるかはね、わからなくなってきてるので、未来的にもね、もう最終的にイヤホンがつけてるか判断できなくなるんじゃないかな、みたいなね、そんな未来が来そうです。でね、ちょっとね、2、3時間ね、つけっぱなしでいろいろね、作業をしてみたんですけど、マジで疲れないです。このね、疲れなさに関してはね、僕が紹介してきたね、イヤホンの中ではね、トップクラスなんじゃないかなっていうぐらい、本当に疲れませんでした。前回紹介したショックズさんのオープンランプロさんもですね、疲れにくさはね、圧倒的だったんですが、こう、頭がぐっとね、内側に寄せられるので、そこがね、痛いっていうふうにね、感じてしまうことがあるんですよ。もうね、耳に入れるのがちょっと嫌だなっていう方にとって以外はですね、このね、リンクバッジの方がね、僕にとってはね、いいかなというふうに感じています。でね、音もいろんな場面でいろんな風にね、使って聞いてみました。まずね、音質に関して、こちらはですね、結構いいぞ。本当に思ったのが、よく穴が開いた状態で、ここまで音がね、良くなっているなっていう風に感じました。どうしてもね、特に中低音とかのね、低い音ですね、低音がどんどんね、穴の外から抜けちゃって、こうね、どんどん来る感じの臨場感がね、味わいにくいっていうのがね、このながら劇イヤホンとか骨伝導にはね、多いんですけれどもね、これね、よくすごいなーって思いましたね。確かに密閉されている音に自信がありますというね、イヤホンに比べてはね、どうしてもね、落ちてる部分はあるんですけれども、ただそこら中の密閉型のね、イヤホンとね、全く遜色がないくらいね、音質はとてもね、穴が開いてるのに素晴らしかったと思います。正直ね、骨伝導のね、オープンランプロよりもね、音質に関してはね、圧倒的だなというふうに思いました。ただね、ちょっとね、残念だなというふうにね、思ったところもあって、やっぱりね、これね、穴が開いてるので、音漏れがします。やっぱね、ここはね、まだまだね、耐えられないというか、これからね、未来にね、期待するというところなんですけれども、電車でね、使っていたりしてると、やっぱり少しね、他の人に聞こえてしまいますね。まあ、ちょっと難しいかもですね。ワンチャンいけるぐらいかな。ただ、まあ、骨伝導をね、使っていた時よりはね、音漏れはね、だいぶ抑えられていますね。やっぱり、耳の中に入っているっていうところもあるので、ある程度はね、遮蔽されているのかなというところでございます。もう一個ね、電車でね、使えないとね、いうふうに思ったのが、電車でガタ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 ってね、すっごいね、こう電車の音が鳴っているので、もう今度ね、音楽がね、聞こえなくなっちゃいます。本当に BGM 感覚で聞きたいよっていう方にとってはね、ちょっと流しておいてね、アナウンスはね、バッチリ聞けますから、電車の中でね、寝てしまって、うわ、聞くのを忘れてしまって寝過ごして寝たいなところはね、こうだいぶ軽減とかね、対策がされているのかなという感じでございます。次にね、アプリですね。ここら辺もね、説明していきます。まずね、EQ 設定ですね。これはね、すごかったですね。あらかじめね、いくつか用意されてはいますけれども、用意されてるだけでなくて、それをね、一個一個調整できたりとか、あとはね、いろんなね、自分の EQ 設定をね、新たに保存することもね、できてますから、本当にね、よくできてますね。オープンランプロもね、僕それ期待してたんですけどね、それができなくて、結局ね、2種類固定しかできなかったので、ここら辺はね、ながら聞きでね、音質がどうしても落ちてしまうというところがね、ありますから、素晴らしいなというふうに感じました。あとね、もう一個良かったのが、操作をね、自分で割り当てられるというね、いうところですね。ここら辺もね、素晴らしいなと感じたんですが、まあ、あらかじめね、2回か3回押ししかできなくて、あれ ?1回押しないかなみたいなね、いう感じもあるんですけれども、まあ、そこら辺はね、許容できる範囲なのかなというふうに感じました。でね、もう一個ね、やっぱり良かったのがね、今回搭載されたね、ワイドエリアタップです。手袋をしながらね、使ってるってなった時に、ここをね、タッチするとね、検知しにくいとかあるんですけれども、ここをタッチすればね、衝撃音がね、イヤホンに伝えてくれますから、全然ね、手袋をつけたまま使うことができました。ただね、ちょっとコツも入れまして、なんかね、誤作動をしてしまう場面とかもあったりとか、素早くね、押さなくちゃいけないとか、みたいなところもありますので、ここら辺はね、まだまだこれからのね、発展に期待したいと思います。
あとね、もう一個紹介したいのが、エンターテインメント系のね、要素を取り入れたね、アプリ連携のやつと、あとはね、障害者向けの方に道案内をね、してくれるアプリ連携、この二つですね。でね、エンターテインメント系の方はですね、ロケトーンというね、このアプリを使ってね、楽しむことができます。いろいろね、場面も限られてますし、一個一個のね、イベント自体がね、こう限定的で日付がね、決まっちゃってるところはあるんですけれども、こう歩いてる時にね、例えば砂の上ね、歩いてると、こう砂の音に合わせてね、ジャリッとしたね、音とかが聞こえてきたりとか、コラボしてるアーティストとかの、ね、場面に行ったら、そのアーティストさんがですね、喋ってくれたりとかね、場所とか建物についてね、案内をしてくれたりとかね、なんかこう、結構面白いですよね。でね、一方でちょっと目の不自由な、ね、方にとっての道案内ですね、こちらに関してもね、ちょっとまだね、出来が悪いというふうに感じました。なんかこう、行きたい場所をね、案内してくれる音をね、右とか左から流してくれるんですけれどもね、なんか直線距離なんですよ。なんでね、そっちに行こうとしてしまうと、なんか線路を挟んだ向こう側だったりするから、これじゃ行けないじゃんっていうふうにね、なってて、なんかちょっと道案内に対してはまだ情報量がね、足りないのかなというふうに感じました。歩道橋のね、上とか歩いてると、下の、歩道橋の下のね、案内をしてしまっているので、結局ね、歩道橋の上歩いてると、あれ渡ってくださいって渡れるわいとかね、もうすぐ信号ですって言われても信号ないじゃんみたいな感じのところがあったので、これからのね、発展に期待したいなというふうに思います。さあ、皆さんと一緒にマイク品質確認していきましょう。どうですかね、今僕の声聞こえていますでしょうか。今もね、静かなところでね、一旦使ってますよ。どうでしょうか。マイクテスト、ただいまですね、リンクバッツプロで工事現場の音を鳴らしながら話しています。結構工事現場の音うるさいです。マジでうるさいです。どうでしょうか。はい、ということでね、今回はソニーさんのリンクバッツをね、紹介していきました。皆さんいかがでしたでしょうか。ちょっとね、時間は空いてしまいましたが、僕なりに使ってね、いろいろ紹介をしていきました。すごいの出してきましたね、ソニーさんね。やっぱこのアイデアってね、マジでね、大事ですよね。作れるけど、そこの作れるためのね、アイデアがね、本当に大事な世の中になってると、僕も最近ね、音楽とかいろいろしてて思ってるのでね、なんか新しいエンターテインメントで、ね、素晴らしいなというふうに感じました。さらにね、音もね、よくできていますし、マジでね、ちっちゃいので、イヤホンをね、つけていても違和感がね、周りからないですし、あとはね、疲れにくいっていうのもね、本当に素晴らしかったです。マジでね、耳に入れるのがね、嫌いですっていう方にとってはね、ながら聞きイヤホンとして最適だし、ワンチャンね、音楽鑑賞としてもね、使えるレベルだと思うので、ぜひね、皆さんね、チェックしてみてください。なんかね、将来的にもね、ながら聞きのね、イヤホンがね、存在しながら、そのね、音はね、一般的なイヤホンってね、もう遜色ないくらいね、本当にいい音がね、実現されるね、未来がね、待っているんじゃないかなというふうに感じました。これのね、詳しい製品情報、こちらはですね、下のね、Amazon さんのリンクとか貼っておきますので、ぜひぜひ皆さんね、チェックしてみてください。ということで、今回もカオルの動画ご視聴いただき、本当にありがとうございました。カオルの動画楽しかったよ、面白かったよ、役に立ったよとね、思ってくれた方、ぜひね、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。カオルンチャンネル、コツコツではありますがね、本当にね、1000人を目指して頑張っています。今ね、見てくれてる方ね、よかったら登録してね、応援してくださるとね、マジで励みになるのでね、よろしくお願いいたします。ということでね、また次のね、カオルの動画でお会いしましょう。バイバイ。